京といえば、うん、フードコートがあるというのがね、素晴らしい、素晴らしい、いろいろありますよ、あっちからずらーっと、もうね、いい匂いが、いい香りが漂っているんだよ。やばいです。もう食べるもの決めた？決めました。はい、じゃあ早速、ジュルリ行ってきます。行ってきます。じゃあサンドイッチ1つお願いします。はい、500円になります。はい、5000円お願いします。先は基本4000円の返しになります。はい、細かい500円のアプリです。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サンドイッチゲットしました。お腹すいた。じゃあ私も、じゃあちょっと先出すものをお借りしてあ、すいません、私もサンドイッチじゃなくてネギ塩カルビジューください。ドーンネギ塩で、はい、500円になります。はい、1000円お返ししましたので300円お返しです。ありがとうございます。ネギ塩カルビジューゲットだぜ。美味しい。そうだが、私はもう食べるものを決めている。あっちです。走れ。よーし、やったー。よいしょよいしょよいしょ。着きました。こちらです。すいません、このカツカレーください。はいはいはい、あ、本当にいいですか？いいですか？どうですか？はい、16個入りじゃないですか？どうですかこれ、ちょっと食べないと。見てください、この大きさお寿司じゃないんだからさ見てく、このほら、まゆみさんのネギ塩カルビジューとこの比較全然違うおかしいよ。ほら、食べて体力つけないと。うんうんうん、そうだね。そう、ゲームショー乗り切れませんよよし、ゲームショーに勝つ。いただきまーす。まだ食べれないんですか？食べてもいいですか？食べてもいいですか？お腹減りました。すごいよこれ、ちょっと見てくださいよこれいやー、いいじゃないですか。こうカツがね、デデンと乗りまして、野菜までついてるし、こんだけ食べたら本当に買っちゃいますよ。この差は本当に比べてくださいよ。なんかサンドイッチがすごい寂しい。めっちゃ可愛い。ママちっちゃい。ママ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 。じゃあ早速いただきます。いただきます。じゃあまずこちらのカルビとキムチを同時に取って。こちらをいただきます。うん、うん、いい塩加減。おー、じゃあ私もこのカツを、カツとカルやっぱ一緒に食べないと。よし、いただきます。うん、おいしい熱い私もサンドイッチいただきます。卵です。うん、おいしいです。